では、ジェノサイダー翔は私たちの中にいるのですか？え？ほい！ということで、今回もやっていきたいと思います。ってことで、これから、あれよね。これから、裁判が始まるんすよ。え、この先やったっけ？はい、来たまだ結構メンバーおるね。みんな揃いましたか？って、あれ？うん？一人足りなくない？誰？いねえのは深川のやつだな。はあ、深川って覚えてないんか。またまた冗談だって、忘れてるわけないじゃん。まね、メンバー把握してないわけないよね。深川さんは今回の学級裁判には必要不可欠な存在だしね。じゃあ僕が無理やり引き連れて連れてくるからさ、ちょっと待って。必要不可欠？なんか重要人物なんかな。その言葉通り、深川さんがモノクマに引きずられてやってきたのはその数分後のことだった。まあ、今回のこの事件起きてから深川さんおかしくなったもんね。嫌だって言ってるのに無理やりこんな引きずるなんて。あれかな、何やった、なんとかショー、あれー、あ、そうよ、あれに家族を殺されたんかな、もしかして、みたいなことを言ったよね。ひどい、ひどいわ。これで全員集合っすね。じゃあ正面に見えるエレベーターに乗ってさっさと裁判場に行きましょうか。僕は一足先に行ってるからね。楽しそうだな。では向かおうとしようか。藤崎千尋を殺した犯人の正体を暴きにな。この今回の学級裁判で藤崎さんが男であることが暴露されてしまうわけだね。ねえ、嫌やね、なんかそういう亡くなった後でそういう暴露される感じ。自分のおらんところで。藤崎さん、藤崎千尋さん、優しくて穏やかで弱々しくて、それでいて誰からも憎まれないような彼女。そんな彼女を殺した犯人で、そうよ、なんとかしよう、全然名前覚えれてないけどあれはさ、なんかそのファイル見た感じでは、その過去の事件の男しか殺してなかったけん、多分藤崎さんが男っていうことも分かっとった人なんよね、きっと。その犯人がこの中にいるんだよな、僕らの中に。誰なんやろう。あれだけヒントをやったんだ、せいぜいいい推理を見せてくれ。ヒントなのか、わからない。え、じゃあ誰が犯人か分かっとんかな、言えや。深川さん、様子がおかしいですわね。ショックを受けただけでは説明しきれないような気がします。やっぱり深く関わっとる人なんやって、過去に。結局さ、あれから全然調査とか進まなかったよ。えへへ、なんかすごい楽観的な感じやけど大丈夫？もうなんかこの雰囲気に慣れてきた感じ。どうした、頭が割れそうなのか。おいおい、深川のやつ、なんだってあんなに嫌がってんだ。まあ事情、細かい事情は分からんけど、行きましょうか。冷静だね、相変わらず。今回は犯人の目星も全くついていないわけだが、なんとかなる。正義は必ず勝つのだな、兄弟よ。だって今回証拠品みたいなのも別になかったよね。分からん。千尋たん、三次元にしてはなかなかの逸材でしたな。まあ三次元ってだけで苦笑いもんですが。弱き者を手にかけた悪漢、その正体を暴いてやろう。懲らしめてくれそうやね。覚悟決めていくべ。でもこの中に犯人おるよね。でも行くことに前向きな発言をした人たちは犯人じゃない気がするよね。よっぽど逃げれる自信がない限り行くしかないんだよね。そうね。僕はその言葉に小さくうなずき、そして大きなため息をちょっと吐き出すと、震える足をエレベーターへと運んだ。一歩一歩進むごとに心臓の鼓動も徐々にその速度を上げていく。そして僕ら全員が乗り込んだところでエレベーターは動き出す。てかさ、ここにずらっと並んどる全員、一気にあれ乗れる？重さがどうとかじゃなくってさ、幅とかも。僕らに渦巻く様々な感情、そして思惑を乗せて。広。多分前回も見たんやろうけど、広。
ゴーンゴーンと耳障りな音を響かせながらエレベーターは深く深く潜っていく。でもめっちゃまだおるね。思った以上におるね人。こういうのってだいたい最後主人公しか残らんやん。下へ下へと進むごとに心の中の不安も徐々に膨らんでいく。それでもエレベーターはさらにどんどん地下へと潜っていき、そして唐突に止まった。でもこういうのってさ、だいたいなんか最後主人公とヒロインが残って、でなんか結局ヒロインはちょっと犠牲になってしまって主人公だけ生き残るみたいなパターンが多いけどさ、だけそのヒロインがね真っ先に死んだのが私的にはびっくりやったんよね。どう？模様替えしたの新鮮じゃない？ワクワクじゃない？全く覚えてない前回を。どうもこうもあるか。いいから早く始めろ。いいね、やる気だね。嫌いじゃないよそういうの。やあ、始めるからさ。ワクワクドキドキ。お前らは自分の名前が書かれた席についてください。こうして再び幕は開く。命がけの裁判、命がけの騙し合い、命がけの裏切り、命がけの謎解き、命がけの言い訳、命がけの信頼、命がけの学級裁判。学級裁判弁論準備。あ、そっか、スキルとかいう概念があったんやっけ。でも別に新しいスキルなんかないよね。注目の発言力。何？なんかセットしたけど。スキルは何個までセットできるんですか？でも3つともできとる。あ、これはクラフトワーク。てかさっきのさ、ハテナじゃなかった？クラフトワーク、1回のリロードで2発分の弾を補給することができます。マシンガントークバトルで有効。ボキャブラリー、弾数を増やすことができる。美声、相手の発言を破壊する際に相手に与えるダメージが増える。あー、もうなんか全体的にいいね。全部つけたいんやけど何個までいけるん？全部つけれた？待って。あ、なるほどね。この SP っていうやつが、まあ、コスト的な感じってこと？じゃあこれで全部か。一応全部つけれたね。じゃあ全部つけていこう。OK。電子生徒手帳。まあ、ここはあれか。証拠品はどうせ途中でも見れるやろ。よし、行こう。完了。学級裁判開廷。まずは学級裁判の簡単な説明から始めましょう。学級裁判の結果はお前らの投票により決定されます。前回の学級裁判ってもっと地味な感じやったんかな。場所正しい苦労をきらびやかになった気がしなくもない。黒だけがお仕置きだけど、もし間違った人物を黒とした場合は黒以外の全員がお仕置きされ、みんなは欺いた黒だけが晴れて卒業となります。なんかこういうさ、こういう場合はこう、こういう場合はこうって言われるやつってさ、全部のパターン見たいよね。どっちのパターンも。でもこれはないか。黒だけが晴れて卒業。黒以外の全員が、この黒以外の全員がお仕置きっていうのは全員が処刑されるってこと？さてと、お仕置きとしか言ってないけど。じゃあまずは賞金の話から見てみましょうか。震えるな、震えるな。藤崎さんに致命傷を与えた凶器、まずはそれをはっきりさせないとな。うわー、ここすごい酔いそう。議論開始。更衣室のダンベル。藤崎の致命傷は、頭部の傷らしいな。頭部の傷。モノクマファイルに書いた鈍器のようなものとは何だ。ダンベルやろ。きっと鉄パイプだべ。なるほど。いかにも狂気っぽいな。何、みんなちゃんと調査した？精神集中って何しに使うんやったっけ。頭部の傷だ。モノクマファイルに鈍器のようなものとは。次パイプだ、ね、この辺。遅いよ遅いよ。それは違う。ブレイク。藤崎さんに致命傷を与えた狂気って現場にあったダンベルじゃないかな。あのダンベルには血痕もついてたし、現場には他に凶器になりそうなものもなかったよね。ね、鉄パイプって何？鉄パイプ？鉄パイプか。あ、あのでっかいやつ。なんかよくさ、倒れてきて
死人が出るやつ漫画とかで被害者の頭部あれのことか。なるほどね。ダンベルの形と一致していたわ。疑う余地はない。間違いないでしょ。ダンベルの形に何くぼんどったってこと。うわめっちゃ嫌。傷跡を調べたの。いやでもまあね、調べるってなったらそうせんといかんよね。命がかかっとんやし自分の。いやでも嫌だな。ではその続きは俺から話すとしよう。ここからは犯人の話に移るぞ。といってもその犯人もすでに判明しているがな。え、やっぱり分かっとる。マジかいな。言えよもうズバリと。藤崎千尋を殺した犯人は連続殺人鬼。あ、そういうことね。ジェノサイダーショーだ。そこまでってことね。で、そのジェノサイダーショーが誰ってことよね。連続殺人鬼ジェノサイダーショー、そいつが犯人。ノンストップ議論に新要素が追加されます。説明お聞きになりますか。こいつのセリフかと思った。違うやん。え、ノンストップ議論に新要素がつい、え、説明してください、してください、聞かせて。今回の議論ではあなた様の発言を邪魔する雑音セリフが出現しております。雑音セリフ。言霊は雑音セリフに当たると消えてしまうため論破の邪魔になります。雑音セリフに邪魔されないためには A ボタンのサイレンサーで雑音セリフを打ち消す必要がございます。ただしサイレンサーを雑音セリフではなく発言セリフに当ててしまいますとタイムリミットが減ってしまいます。うまく雑音セリフを狙ってくださいませ。じゃあそれも見極めんといかんってこと。ちなみに親切なアクション難易度ですと雑音セリフが全く出てきません。サイレンサーを使う必要はありませんのでどうぞ安心して推理に集中してくださいませ。以上、ご確認のほどよろしくお願いいたします。なるほど。議論開始。ジェノサイダー小事件ファイル。あ、そう、2回目行った時事件ファイルがなくなっとったよね。犯人はジェノサイダー小だ。あ、これ、これは決定事項だ。そんなのありえないって。要はヤジが加わってくるってことやね。だっていくらなんでもそんな、っていうか根拠がないじゃん。まあ、ところでジェノサイダー小ってあれでしたっけ。連続殺人鬼。図書倉庫で戸上くんから見せてもらった例のもの、あれを見れば誰だって思うはずだ。今回の事件がジェノサイダー翔の仕業だって。ああ、根拠、あれか。まあ、要は殺された時の様子が同じってことよね。それを示せばいいってことよね。ジェノサイダー翔だ。これは今日とりあえず。そんなのありえない。なぜありえない。で、次、根拠がどうたらこうたら。いくら何でもそんな、っていうか根拠がないじゃん。ところでジェノサイダー翔ってくそ、くそ、当たってしまったぜ。犯人はジェノ、これは決定。いやー、結構邪魔やな。だっていくらなんでもそんな、っていうか根拠がない。うっしゃ、やっと言った。もうなんかあれやね、推理じゃなくて別のゲームになってきよる気がする。ブレイク。根拠ならあるかもしれない。え、図書室の書庫で見つけたファイルに書いてあったんだ。全然推理に集中できんね。ああいうあの要素。ジェノサイダー翔の事件をまとめた警察の極秘資料らしいんだけど。待て、おかしいだろ。なんでそんなもんが証拠にあったんだよ。あったんやけんしょうがないよね。この状況がおかしいけんさ。この説明は面倒だ、省くぞ。とにかくこの資料にはてか説明できる。ジェノサイダー翔事件の特徴が克明に記されていた。それによるとジェノサイダー翔事件には2つの特徴があるようだ。1つ目は現場に必ず血文字を残すこと。やった、血みどろフィーバーやったっけ。血みどろフィーバーでしたな。そんなキリッとした声で言われても違うよ。血みどろフィーバーね。重要なのはもう一つの特徴の方だ。何せ世間には公表されていない事実だからな。もう一個って何やった。あれ、貼り付けにされとるってことか。世間に公表されてない事実で。苗木、お前が教えてやるといい。ね、その人に委ねる感じ自分で言えよ。世間にも知られていないジェノサイダー小事件のもう一つの特徴って確か死体の体制に関することだったよな。めちゃくちゃヒントを。被害者が貼り付けにされている。これだ。ジェノサイダー小事件では被害者の死体は必ず貼り付けにされているらしいんだけど、その事実は犯人以外だと警察上層部の人間しか知らないらしいんだ。だが今回の事件では藤崎は確かに貼り付けにされていたはずだ。
では犯人はなぜ知っていたんだろうな。なんかすごい顔怖いよね。どういう状態なのか今一応分からんけど、貼り付けの特徴を。その理由は一つしか考えられない。犯人が本物のジェノサイダーショーだからだよ。マジかよ。超高校級の殺人鬼がおるってことだよ。ジェノサイダーショーは私たちの中にいるのですか。深川透子だ。え、待って、え、すんごいさらっと言ったけど、え、深川透子がジェノサイダーショーの正体だ。待って、よだれでよった。え、マジで。そー、ちょっと待ってよ。本当に。でも深川ちゃんは血が苦手なんだよ。血が苦手な殺人鬼なんて聞いたことないんですけど。どういうこと？あれやない、実は戸上がジェノサイダーショーやってなすりつけよるとかじゃなくて、なんか自分の信者みたいな感じやし。ジェノサイダーショーはそいつであってそいつではない。それが今の質問への答えだ。謎謎か。どういうこと？回りくどいべ。確かに謎謎みたいだけど、でも分かりそうな気がする。そいつであってそいつ、二重人格ってこと？ジェノサイダー氏は深川さんであって深川さんじゃないって意味。一つじゃなくて複数ってことだよな。多重人格。でもその根拠になることなんかある？多重え？じうんはうん。多重あ、じいか。ねえ、じいじいじい、あ、来た。じいんかく。そうか、分かったぞ。コンプリート。ジェノサイダーショーは多重人格者だから。え、で、あそこまで動揺しよったのは自分、え、一応把握はしてるってこと？ジェノサイダーショーっていう人格があるっていうことは。あのファイルにもそんなことが書いてあったよね。書いとったっけ。犯人は乖離性同一性障害の可能性があると考えられる。だからって深川透子殿がそうだとは言い切れるんだよ。深川が多重人格者だということは死体発見直後のそいつの妙な言動が示している。深川さんが多重人格者だってことを示す妙な発言動、それってあれのことか。口調が変わった。これだ。それって彼女の口調が変わったこと。思い出してみろ。気が狂ったんかと思ったけど、そういうわけじゃないんか。気絶し再び目を覚ました時のことをな。怖い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 。大丈夫大丈夫。ゲラゲラゲラ。あ、死体だ。おい、そこ死んでるぞ。ゲラゲラゲラ。やっぱ頭を打ったのがまずかったべ。でもまあ漫画によったらそういう感じの描写もありそうやもんね。普通に世界は裏と表で構成されているのです。9回表と9回裏しかり、真実と嘘もね。なんか怖いし、というか口調が変わってません？確かに様子がおかしかったな。彼女の代名詞である陰気な口調がなくなっていた。勝手にそんな代名詞をつけないでよ。しかもそいつは気がついた後、藤崎の死体を見ても平然としていた。つまりお前の中に血の苦手な人格とそうでない人格が混在しているということだ。まあなんかぶっ壊れすぎてっていうことかと思いよった。違うんやね。じゃあ深川ちゃんがジェノサイダーに怯えて部屋の中に閉じこもってたのは？殺してしまう側の恐怖ってこと？びっくりした。何かと思った。ジェノサイダーショーなんかの好きにはさせない。自分の体をってことか。人殺しの殺人鬼なんて追い出してやる。自分の体から。そもそもそいつが部屋に閉じこもっていたのは外の人間を中に入れないためじゃなく、中の人間を外に出さないためだったんだ。え、でもさ、あれじゃない、どういうタイミングで入れ替わりよんかは知らんけど、入れ替わってしまったらそいつ普通に部屋から出てくるんやないん。深川透子は恐れていたんだよ。よね、自分の中にいる殺人鬼が抑え込める人を殺していくことをな。どうして？そうだよ、どうしてそんなことまでわかるの？
朝比奈、お前は勘違いしているようだ。深川が言ったどうしての意味はどうしてわかるのではなく、どうしてバラしたのという意味だ。え、元から知っとったってこと？え、そいつが俺に妙な相談を持ちかけてきたのは昨日の夜、モノクマから動機の話をされる直前だった。え、みんなにバラされるやつ。そこでそいつは実に興味深い話をしてくれた。過去のその動機につながる犯罪的な、自分の中に殺人鬼がいる、そいつが暴れ出さないかといつも怯えている、そのせいで自分はネクラで排他的な性格になった。そうだったよな。まあでもな、殺人が起こらんかったらね、あれやったかもしれんけど、起こってしまったらもう自分の命がかかっとるけん排除しようとするよね。黙っとくことは無理やろ。深川ちゃん、待っててくれるって言ったのに。だってこれでこのね、深川ちゃん以外の人物を黒って言ってしまったら全員お仕置きやろ。約束したのに騙したのね。お前が勝手に勘違いしただけだ。聞いてもいないのに自分の不幸話をひきらかすなど、ここは現実世界だ、恋愛小説の世界じゃないんだぞ。それに、でその時に約束を破ったのはそっちが先だ。セリフを言ってくれたみたいな。お前は確かに言ったはずだぞ。ここにいる間は何があろうと絶対にジェノサイダーには人殺しをさせないと。なんでここに相談しようと思ったんやろ。相談するとしたら主人公じゃない？お人よしそうやん、いかにも。それにもかかわらずこんな冷徹なところに相談せんやろ。ごめんなさい、約束守れなかった。でも安心して、これ以上はもう私がジェノサイダーショーの好きにはさせないから。約束を守れば付き合ってくれるって。え、そういう条件？だから約束したのに。だから言っているだろう、それはお前の勘違いだと。え、その約束自体が勘違いだが、どちらにせよ約束は守れなかったな。やはり人を殺す快感には勝てなかったか。でもそこはさ、人格が違うけん分からんねやねん。努力したわ、必死に押さえつけようとしたけど。残念だったな、その努力は無駄だったようだ。ひどい。じゃあもう今回はここをお仕置き。さてと、あっという間やったね。そろそろ前座は終わりだ。あとは本人から直接話を聞くとしよう。めちゃくちゃ学級裁判さ、前回のやつめっちゃ時間かかったやん。今回めっちゃ早く終わりそうやね。30分かかってないよ今。それって、でもこの様子やったら確定やもんね。深川さんの体は大きくのけぞり、そしてドサッと倒れる音がした。でも次の瞬間には、おっと、ジェノサイダーでしょうか。私に変わるってことかしら。あれ、一人称私ってことはジェノサイダーショーも男じゃないの？女？やだ、なに？もしかしてバレちゃったけ？まあいっか、しゃーないもんね。私は超高校級の殺人鬼ことジェノサイダーショー。本名は深川東光ってダッセー名前だけどね。なんだよ、こいつ。正反対やね。どうしたんだ、深川君。だけん多重人格じゃってよりやん。二重人格だからって何さ。その片方の人格が殺人鬼だからって何さ。それはやだ。決定の一つくらい目をつぶってよね。欠点でかすぎるやろ。ちょっとか。健全な殺人は健全な精神と肉体に宿るの。健全な殺人なんてないです。それにしてもここまで違うものか、普段のあいつとは。そう、世界の全て、まあ、多重人格っていうぐらいやけん全く違う人格ってことやもんね。9回表に9回裏があるように、真実の裏に嘘があるように、エクラの裏には太陽のようなほがらかさがあるのです。めちゃくちゃ壊れとる。これが殺人鬼ジェノサイダーショー。こんなのって
まるっきりデタラメじゃないか。あのですね、何がどういうこと？デタラメって一つ聞きたいのですが、予想されとった人物像ってこと？ジェノサイダーショーベロしまえベロ。あなたが黒幕って話があったんですが、それについてはどうお考えですかね。教えよう、私こそが正真正銘の黒幕なのだ。どうしたっけね。じゃあ違う、当たり前でしょ。僕をそんな変態さんと一緒にしないでよ。っていうかさ、外の警察も外の社会も最近は本当に無力化しちゃったんだね。高校生の連続殺人鬼が捕まらんってどういうことやん。おまぬけ殺人鬼を野放しにしてるなんてさ。自分が加害者なのは分かってる。でもね、生きるってことは他人を傷つけることでもある。でも殺しまではいかんぞ。人は生きるために人を傷つけ、生きるために人に傷つけられているの。どういうこと？人殺さんと生きていけんって感じ。これでお前たちも分かったはずだ。その殺人鬼が藤崎を殺したんだよ。でもなんかあれをね、二重人格とかでさ、もう一人が殺したけん自分がこれから処刑されんといかんってめっちゃ嫌やんね。自分の意思じゃないのに。間違いない。動機だと。何動機って？昨日俺たちはモノクマに言われたな。24時間以内に誰かを殺して卒業しなければ恥ずかしい思い出や誰にも言えない過去をバラすと。でもさ、この恥ずかしい、まあ誰にも言えない過去の方なんやろうけど、要は過去にそのジェノサイダーショーとして殺人をやったことがあるっていうことをやろう。要はでもさ、ここでその動機になるのか。カオちゃんはさ怯えて殺さなそうやし、ジェノサイダー賞的にはなんかね、武勇伝的な感じなんやない。では深川塔子の思い出や過去がジェノサイダーの件だったらどうだ。それが動機になるんやったら、深川ちゃん自身が深川ちゃん自身の意思で殺したことになるよね。そんな事実をバラされてしまえば、深川塔子は間違いなく破滅する。つまりそいつには絶対にバラされたくないという動機も存在したんだよ。ジェノサイダー的には別に大丈夫なんじゃないか。違うの。なるほどね。なるほどなるほどなるほど。でも残念でした。私は犯人じゃないのです。え、マジで？は？ですが、あなたのような殺人鬼以外にあんな猟奇的な殺しができるとは思えませんわ。え、違うの。模倣犯？え、でも貼り付けのこととか分かっとったんよね。だけどそれが真実なのよね。誰が信じると思う。え、どういうことどういうことどういうこと。そうだよ、殺人鬼の言葉なんて信じらんないよ。そうかもしれない、そうかもしれないんだけど、だけど何かが引っかかるんだよな。彼女の言葉もう少し詳しく聞いてみた方がいいかも。